Strawberry ice cream, midsummer's daydream, sipping in between long days, warm nights, gliding like light kites, sapphire clear skies, whipped cream cherry pies. 皆さんこんにちは。アローハー。ハワイ在住18年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんはハワイに来てチャイニーズレストランに行ったことがありますか？ハワイには美味しいチャイニーズレストランがいくつもあるんですよ。チャイナタウンにあるレジェンドシーフード、ハイアットリージェンシーにあるキリンレストラン、そしてカパフル通りにあるハウスオブウォング。今日は視聴者さんからもリクエストがあったもう一つの美味しい中華をご紹介。ほとんど知られていないお得な情報もお知らせしますので、最後までぜひご覧ください。カピオラニ通りとピーコイの角にあるのはマッカリショッピングセンター。ワイキキからは徒歩で20分、 Uber で5分。土曜日には駐車場にてオープンマーケットが開催されています。このマッカリショッピングセンターには20店舗以上のレストランやお店が入っていて、ココ一番屋、大阪鉄板焼き川の居酒屋、坊主焼き鳥、カープ鶏など、ハワイで頑張っている日本人レストランもあります。そういえばガーシーさんが前にカードを紹介していたので、お友達と行ったことがありますよ。今日は2階にある中華レストランフックユーエンさんに行ってきます。コロナ前には日本のバラエティ番組でヒロミさんや長嶋一茂さんが訪れたようです。店員さん一人一人に挨拶するのは南流。ここは知らない人も多いですが、実はお酒持ち込み OK なんですよ。ただし持ち込み料はチャージされます。20ドルぐらいです。ありがとう。ここは飲み持ち込み、お酒持ち込みです。今日はどんなものをお持ちいただきましたか？今日もハードセルツァーです。はい、あとワインですね。はい、ワインで、白ワインです。綺麗になった、綺麗になった、綺麗になった。メニューがいっぱいあって、なんだかわかりません。とりあえずいつも頼むものは、いつも冷菜盛り合わせ、大正エビとくるみのソテー、はい、はい、あとなんか野菜。はい、それではお久しぶりです。乾杯。はい、オーダー。なんだっけ、1番ナンバーワン58エビマヨ。はい、エビマヨ、日本語グッド。ジャパニーズハードセインディング。ああ酢豚です。オーケー。チョイサム炒め、チョイサム、オッケー。ハンドセブン、ハンドセブン、はい、はい、お願いします。チョイサム。みんな撮ってます。カツさんに撮っといてあげましょう。後から来るからね。はい、じゃあエリカちゃんお願いします。はい、はい、中来た。おー、酢豚、リックンリクエスト酢豚登場です。美味しそう。あー、写真撮ろう。それぞれが目の前にある料理をみんなの分を取り分けしています。私はエビマヨ、このくるみが本当に絶品です。美味しいです。
美味しいですか？美味しいです。カチさん登場、アロハ。混んでまーす。取り分けておきましたよ。はい。これは何ですか？チンタオ、チンタオ、チンタオ。青島ビールだそうです。はい、じゃあ改めて乾杯。お疲れ様です。お酒持ち込み OK なんですが、ちゃんとお酒売ってます。ビールもあります。はい、みんなバイバーイ。Need to keep busy, trying to eat the hours away. Who knew that I like Milky Way? 個室もあります。こっち個室あります。Yeah, feeling so good in control. Yeah, 赤い顔が赤い。So I give up and watch TV. I think I'm going crazy, pacing around my room.今日の動画はいかがでしたか？やはり飲み物持ち込み OK のお店は嬉しいですよね。福園さんにぜひ予約してみてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメント待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend. Mahalo. Bye bye. Yeah, then think of the places I could be. So I give up and watch the TV.